これ前から思ってたけどさ、リンちゃんってあの長い銃どうやって出してんの？今どっから出てきた？これ片付けるときは？アクションなしで消したよ。ちょっともう一回見よう。わからん。俺が瞬きしてんじゃないよね。これアップすればわかる。わかんない。わかんない。いやー、こんなことも観察できる。桜革命機能限定版明日までですね。いやー、もう皆さん急いでください。どうなって、はい、じゃあ前回に続いて、桜大戦シリーズに関わる5つの質問のアンケートのね、答えを紹介していきたいなと思います。ご回答ありがとうございました。今回は設問の3つ目の、桜シリーズのこう舞台がかなりこう最近活発になってきましたが、こちらについてどう思いますかっていうところね、今期待してることとか実際見てみてどうですかってことを広く聞きました。いやー、すごい盛り上がったのよ。桜革命のサービス終了に合わせてね、やったアンケートだから、そこの設問が一番盛り上がるかなと思ったら違ったんですよ。次のね、舞台新桜大戦ザステージや真夏のフェスとかでのステージの展開が活発になってきましたが、このことどう思いますかっていうところの質問が一番盛り上がってました。いやー、だからまあ今から読んでいくんだけど、皆さんもこの舞台っていうのがその桜大戦の大きなところにあるんだなっていうのを感じられてるなっていうことがすごく伝わってきたので、ちょっと読んでいきましょう。どちらかというともう読むことの方を多くしたいなと思います。匿名希望さん、両方見ました。ここの両方っていうのは例に挙げてるザ・ステージとか真夏のフェスタね、やっぱり桜大戦はゲームと舞台があってこそ輝くと思うので嬉しいです。いや、この点々点びっくりから感情伝わるね。トルサンさん、舞台活動こそ桜大戦を生かし続けた媒体だと思っている。ファンと演者さんがここまで一体化する作品を私は知らない。これからも続けてほしいと切に願っている。うん、そうです、同じです。私もそう思います。いや、さっきの桜革命にもつながってくるけど、特に今その SNS が出てきたことによって、いやー、その演者の皆さんのレスポンスっていうのはすごく多くね出てきてね、ちささんの YouTube でコメントこちらがすると返してくれるからね。いやー、新宮寺桜とつながれる時代ですよ。本当にね、やゆすらさんね、小野さんとかもそうだし、ママシレとかもそうだしね、皆さん、この人からこういういいねもらいましたとか、こういうコメントもらいましたっていう自慢をこの動画にコメントしてください。全然自慢してください。てんてんさん、ありがとうございます。コロナが収まれば行きたいくらいなので、どんどんやってほしいです。そうだね、いや本当にもうこのコロナのタイミングと重なってもこの盛り上がりだからね。いや、ぜひ行きましょう、収まったら本当にね。みそやぎさん、ありがとうございます。舞台でファンが増えたらいいなと思います。新桜大戦の舞台は本当に素晴らしかったです。いやー、本当ね、新桜はかなり評判いいよね。形をね、その声優さんじゃなくてっていうところから変えてね、ゲームに出てくる人とはまた違う恵みね、皆さんとかもそう、いや、もう私が語るまでもないよね、その凄さっていうのはね。マジプレスさん、ありがとうございます。僕自身は桜花の宴から舞台版にハマっていた人間ですが、今がそういうコンテンツの需要が高まったことや、それらの先駆けとしてどんどん展開をしてほしいと思いますね。新桜はもちろんのこと、桜革命もゲームでは描けなかった部分や、舞台版だからこそ映えるシーンが公演があるはずなので、新たな展開としてぜひやってほしいです。うん、そうですよね。本当にその桜っていうのはこう舞台でね、ゲームの世界を実現していくっていう先駆け的な存在で、ちょうどだからその桜のそういう舞台での活動っていうのは少し落ち着いた頃に、他のゲームとか他のアニメとかもそういうのがどんどんいろいろやってて、形がこう整ってきて見えてきて、そこにまたこうね、新桜大戦ザステージとかがね、その形がやってきて、だからああいうプロジェクションマッピングだったりとかっていうのはね、そういう風にこう先駆けとしての部分の桜のねありようっていうのと、他のコンテンツでもそういうのやってきたことによって吸収していってる部分っていうのができてるのが新桜大戦ザステージなんだよね。桜革命は本当にね、舞台に
してほしいね。結構似てる意見もあったのでこの後読んでいきたいと思います。立花さんありがとうございます。舞台新桜大戦と、大岡の宴はライブ配信で感激。新桜の舞台はこれまでの歌謡ショーとは違うチームで作っているため、このまま独自性を持って展開してほしい。わかるわわかる、ここ大事だよね。桜はマルチメディア展開が味なので、それぞれ独自性を持ってさまざまな接点を持つことで多様なファン層が増えてほしい。あ、いや、ありがとうございます。おっしゃる通りだと思ってて、歌謡ショーのなんか続きでしょみたいな感じで思っちゃうと違うんだよね。その違うチームでやっているもんだから、このチームではこういう風に作っていきたいんだっていう風に、それぞれの独自性とか良さっていうのを出していってほしいよね。だから歌謡ショーの時からつながってる部分としては、花組の皆さんもねおっしゃってたけど、手拍子がすごいっていうね改めて自分も入ってるんだけど、やってみて思うよね揃うよねだからそういう今まで長い歴史25年の中で培われてきた、そうやってファンと演者の皆さんとかがつながっていく部分っていうのと、そのね、新桜は新桜でやっててほしいし、その千佐さんがやっているような舞台だったりとか、今度のその25周年の集いだったりとかでもね、そこでの味を出していってほしいし、カンナさんには道端のうんこをね、また間違って食べていただいていいかなと思うしね。だからそれは別にお互いそれを真似していただかなくていいし、だからなんかこう見習うところは見習っていただいてっていうのはいいと思うんだけど、なんかこうこのチームではこの時代の帝国歌劇団はっていうのがね、だからその大正10年代の帝国歌劇団の良さ、大正30年前後の帝国歌劇団の良さ、大正100年の帝国歌劇団の良さっていうのが舞台で見れたら嬉しいですよね。新桜大戦のステージは見てます。ゲームよりアニメより舞台派なので大変ありがたい。早く掛け声が掛けられるようになってほしいです。そうだね、下からね、客席からね掛け声したいですよね。なんかリナさんが喋ってたのかな、インスタライブでね、ゆいまるさんが降りてくるっていう演出がもともとはあったっていうね。だからそういう距離感の近い演出とかも今後あるんだろうね。見に行ったことないけどいいと思います。いつか行きたいです。前世紀は学生でお金行けなかった。同じそうだね、なんかこういつか行きたいなっていう思いがあればいいなと思うし、あとはその配信とかもね今あるからすごくいいよね。リアさんありがとうございます。新桜大戦座ステージ大岡の宴は感激したが良かった。うん、そうですね。舞台やリアルイベントで桜大戦人気が健在であることを示してほしい。示してるよね、ほんとね。ひさんもありがとうございます。当時参加できなかった身としては非常にありがたいです。当時の雰囲気を味わえて幸せでした。ファンの方と集えるという点ではやはり舞台はいいなと感じました。こんなご時世ではありますが、これからも開催されてほしいなと思います。確かにね、ゲーム桜大戦はやっぱりこう一人用ゲームっていうところが強いから、なかなかファンとのつながりっていうのを味わいやすいのはやっぱ舞台だよね。新ザステージ見ました。最初は声優と違う出演者でどうかと心配でしたが、名キャストで大変良かったです。やっぱ選ばれたんだなっていう感じがわかるよね。ゆうなさんだったりにしてもね、ジュリネーだったりにしてもね、ジュリネーってだいぶゆいまるさん真似してフレンドリーにしちゃったけど、沖さんもそうだしね、やっぱこうさくらに憧れてた人たちが実際に今演じてるっていうのはこうグッとくるよね。世代的に歌謡ショーを見に行ったことがなく、2013年頃の、ニューヨーク、パリ、そして千佐さんのショーから見に行き始めました。あー、なるほど、そこからなんですね。舞台やライブが身近な世代ではない分、本当にこの時代に開催されていることが嬉しいです。新桜はこれからもぜひロングランで続けてほしいです。千佐さん主催の、ショーやライブも初代花組の皆さんがお元気な限りできれば長く続けてくれると嬉しいです。また機会あればパリ、ニューヨークもイベントやってくれたら必ず行きたいです。いや、この間の真夏のね、フェスも、いや、真夏なのにあんだけよくやりきるよね。ちささんもかんなさん、まゆみさんもね、周りのね、キャストの皆さんもね、本当にこうベテランなんだよ。25年もさくらやってんだよ。25年も帝国歌劇団やっていて、時止まってんのかなって思うくらいね本当にお元気な限り続けてほしいですよね。いや、でパリやニューヨークもね見たいよね。帝国歌劇団がやっぱりこう一番こう元祖だからこそっていうのもあるし、こう千佐さんがすごく精力的にやってるっていうのはあるけれども、やっぱりね、パリ歌劇団、ニューヨーク歌劇団もあってこそですからね、集まるのも見たいよね。
翔平さんありがとうございます。90年代と比較してゲームもアニメも飽和状態となった今、なるほどわかるな。生身の役者が扮するキャラクターたちが目の前で躍動する舞台が再注目され始めただけの話ではないだろうか。いやその通りだね。なんかこう時代にマッチしたっていう感じはあるよね。だからこうまず歌謡ショーが形を変えつつこう10年間やって、で一旦とりあえず区切りをつけて、でその桜シリーズも一旦そのねゲームの部分の方の展開っていうのは止まっていったんだけども、そのやっぱりあの桜は良かったよねっていうのがこうどこかで出てきたんじゃないかな。その舞台でやっていくっていう形っていうのは結局だからその桜大戦、あのだから新桜大戦っていうゲームが発売しましたっていうことだけじゃなくて、やっぱりそこに付随してその舞台っていうのがあるっていうことがやっぱり今この2021年の時代にとって今一番必要なものっていうのがまああって当然だよねっていう叱るべき状況になっていることをこう書かれたコメントだなと思いましたね。帝国歌劇団ここにありはもう当然なんですよね、必然なんですよね。いやでもそこを作り上げていくまでの努力っていうのとかね、やっぱりその演出面だったりとかキャストの皆さんのね作り上げていく力っていうのもあってこそあれだけの素晴らしいステージがあるっていうのも言えるからね。これ珍しいご意見だな。桜大戦シリーズは新桜大戦から追い始めたのだ。比較的じゃあ新しくこうこのシリーズを知ってる方なんだね。あまりインターネットで情報を集めないのもあり、そういったステージ展開を初めて知った。実際上厳しい状況になると思うが、シリーズ特有の展開がもっと続くといいと思った。シリーズ特有の展開ね。いやそうなんだよね。桜大戦っていうゲームがあるよね。しかあまりご存じない方ってすごく多いと思うんだよね。でなんとなくまあ人気の作品だから舞台化してるんでしょっていうぐらいの浅い印象に持たれると、ああ知らないんだ、もったいないんだなっていう風に私たちで桜大戦こう知ってる人たちからすればちょっともったいなく思うよね。だからそのおそらくだけど新桜大戦2が出るのってちょっと先だと思うんだよ。時間かかると思うね。桜革命も復活してもしゲームになるとしてもちょっと先だと思うんだよ。だけど舞台は続くよね。やっぱりこうゲームとは売り出し方とかそのお金の取り方、まあ結局好きで我々がなんとなくこう発信してるのとは違って、現実的に会社がやってるもんで利益を得なきゃいけないから、じゃあそうなった時に組み立て方としてやっぱりこう桜大戦ほど固定のファンがガチッといるもんだったら、こう舞台でまあそもそもやっぱりあの舞台の内容が素晴らしいから、続いていくんじゃないかなっていうふうに思うし、やっぱそこを期待していくし見たいっていう気持ちがすごく率直にあるしね。で特に真の方はやっぱりその恵みの皆さんも花組の皆さんもね、もちろんすみれさんもだけども、やっぱりこう発信が精力的だからこの関係性っていうのは長く続いていくし広がっていくだろうっていうのは確かに確信して言えることだしね。でやっぱりそのちささんたちその帝国歌劇団花組ね、大正10年代のね花組も間違いなくこれからも活躍してくれるだろうな、そうであってほしいなっていうのは言えるしね。帝国歌劇団の今後の活躍もね期待しましょう。セキュラーさん、コロナに加え地方民なので現地に赴くことが難しい。わかるわ、大変よね、行くだけでもね。いえ、シリーズに動きがあることは非常に喜ばしいことだと思います。いろいろ落ち着いたら楽しみつつ同志の皆様と実際に語り合えたらなと思います。今だからこうやって配信するって形がかなり普及したのはすごいありがたいことだよね。あの見に行けなかったのとかチケット取れなかったのとかもね見られるもんね。去年私もねあの桜の夕べこう見ることができて、やっぱああいうのがね実際に行けなくてもとかコロナのことがあってもこうまあね場所に行くのとはまた感覚は違うけれども体験できるっていうのはすごくいいことだよね。マナスさん、とてもありがたいことです。歌謡ショーに通っていたものとして感じるのは規模が小さくても演者さんが楽しく桜の世界を楽しみながら演じてくれればいいなと思うばかりです。昔のように激しく踊ったり戦ったりはできなくても歌と踊りで楽しませてさえくれれば、私はこんな嬉しいことはないです。そしてコロナさえなければもっと近くに来てくれたりサービスしてくれるのかなと考えるとコロナも低いです。いやーそうですよね、本当にねなんかこうやっぱり演じている人たちにしても見てる我々もねすごくこう楽しくやれてるなという感じがありますからね。やっぱ帝国歌劇団のね
公演を実際に見られているっていう気持ちがすごく強いよね。ハンターさん、海外勢なので現場での感激は無理ですが、ニコニコ動画で生公演見ました。田中康平先生と演出の方々の熱意を感じた。熱い、楽しい、素晴らしい舞台でした。いや、そうだよね、やっぱ海外にいらっしゃるとそこだよね。こうやってね、あの配信形式ってのは大きいよね。で、すごいね、そうだよね、やっぱこう画面越しでも通じてくるもんね、その熱さっていうのがね。ブルータルさん、ありがとうございます。 Amazon プライムでも配信されてるので、歌劇の方見ました。いや、だから今見れるのいいよね。頭の中でアニメの映像が浮かび上がり、あんなに大きいアイリスが脳内では小さいアイリスに変換される。すごいですよねアイリスカンナマジックですよね担当の声優さんがそのキャラを演じるというのは、今だとアイドル系ばかりですが、きっと桜革命には舞台生かしてほしい、本人が演じるという構想もあったように思います。今からでも遅くはない、やってほしい。うん、いや、だから桜大戦のね、舞台のありようって真似できないよね。いや、桜革命もね、しのちゃん、風花ちゃん、あせびちゃんがねやったのかな、香原さんだったりとかね、松浦さん、夏吉さんがね、あの、まあ、メイドモードとかでね、結構あの配信やってるから、そっちで聞くだけでも結構楽しいしね。いや、だからね、舞台だったらどうだったんだろうね。桜革命のステージ構想ってあったのかな。現地で見たのは歌の宴だけですが、他は配信最高でした。新旧メンバーコラボも含めていろいろやってほしいです。で、見たいよね。まあね、簡単にできることではないけれどもね、確かにそのそれぞれね、ミックスしてやってたら、すみれさんとすみれさん出会ったらみたいなのちょっと見たくないあの、ちささんとゆうなさんはね、こう一緒に劇で歌ったりとかもしてるので、ああいうね、展開があってとかね、いやー、だから、あるかな、見たいね。トミーさん、本当に行きたいんですけど、現在日本に住んでません。配信見れないのかな。海外でもやっぱその配信見れる国と見られない国があるんだろうね。いやー、なんかどこでも見られるようになってほしいよね。歌謡ショーから好きになった人間として嬉しいしかない。革命も舞台化してくれ、クラファンしてくれ。あやろうか、クラウドファンディング舞台については、ドリームキャストが現役だった頃までは感激しておりましたが、本10年は離れていたこともありまして、ゲームに比べて重要視しておりませんでした。しかし桜革命の舞台が予定されているのであれば、再び足を運びたいと思います。やっぱりそうだな、桜革命ね、舞台化、なんか桜革命って一番舞台にしてほしいなっていう感じが強くなったゲームだよね。やった人はわかるけどね。私は桜大戦はセガサターンの頃からプレイしているので、また桜シリーズが活発になってきているのは非常に嬉しいです。新しい若いユーザーがまた桜大戦に触れてほしいですね。うん、あの先日のアンケートもそうだったけど、やっぱ桜革命があったことによって、新桜大戦があったことによって、そこから入り口に立つことができた人が結構いるんだなっていうことがね、分かりましたよね。だからセガサターンの頃からやってる人たちからすると、こうやって桜シリーズっていうのがね、舞台も含めてゲームも含めて広がっていくっていうのはやっぱりすごく嬉しいことだし、桜革命、なんか皆さんの話聞いてると本当に桜革命が舞台になるんじゃないかなっていう錯覚に陥ってきたけど、うーん、なんかねえ、そういう風に裾野が広がっていくっていうのは嬉しいことだし、もっともっとなってほしいよね。ひなさん、革命声優さんがそのまま舞台をやるようなキャスティングに見えた、新人も含めて、なので願わくば革命も舞台を、いや、あの桜光レボリューションのね、ライブ部分見たらそう思うよね。いや、やっぱそうだったのかな今のご時世、いろいろと難しいことはあると思いますが、リアルステージは桜シリーズと切っても切れないことだと思います。地方民の意見としては、革命一覧で地方公演もと思います。いやー、そうだね、九州公演から始めましょう九州でしか見れない公演とかもあってもいいと思うしね、四国での公演とかね、先生ティーチャー舞台化とかねなるかな。はい、シムさん、ありがとうございます。桜大戦シリーズ発売25周年記念ということもありますが、桜シリーズの火を消さないためにも、これから定期的に行ってほしいと思います。ただ平日開催は特に学生はいけないことも多いので、日程は考えてほしいです。社会人の皆さん、土日のチケットは譲りましょう
この間あの25周年のチケット抽選外れたんですよ。第2回に行きたいですね。あと桜花の宴など、今のところブルーレイなどが発売されてない舞台公演の映像を売り出したらぜひとも買いたいので売ってください。お願いします。聞こえてますか、エイベックスさん。やってほしいですね、本当にね。高神崎さん、ありがとうございます。舞台新桜大戦とライブコンサートは今まで参加しているので今後が楽しみです。やはり新たな試みなので全力で応援していきたいね。はい、そうですね。いや、あのこの舞台と舞台の合間のところでもね、さっきも喋ったけれども SNS とかね、なんかインスタライブとかね、そういうので結構やってくれてるからね、なんか皆さんとのつながりが続いていっていいよね。めぐみの皆さんも含めてね、次回も全員出てほしいよね。いろいろキャスティングの都合とかで難しかったりとかもあると思うけど、うん、またあのメンバーが揃ってほしいなっていうのは常に思ってるよね。みりんさん、私は未だ参加したことはありませんが、既存ファンも嬉しいし、新規ファンも、あ、この界隈動いてるんだって思うと思うので、いいと思いますね。実際私がハマった時は、浅草花屋敷にてイベントやってて、あー、ちゃんと動いてるって思ったので。うん、そうだね。桜大戦ってさ、立ち止まった時間が発生してたから、なんかこう数年前からちょっとずつちょっとずつやっぱこう動き出していって、で今のような状態に至って、うん、なんか良かったなっていう風に率直に思うよね。今までこう、いやだからさ、あの桜革命の一章の終わりの部分でさ、ね、なんかあれが本当に今の現実の帝国歌劇団と重なって見えて、長い時を経て止まっていた帝国歌劇団っていうのが、なんか人々にもう一度認識されて応援されてっていう風になってっていうのが、なんかこの現実の今の帝国歌劇団につながってきてる感じがしてね、動いてるよね、本当に思います、そういう風に。次で最後にしましょうか。つぼみさん、ありがとうございます。舞台新桜は秋春ともに配信で参加しました。ちょうど桜と同世代の私がリアルタイムで花組の舞台に触れられるのはとても感慨深く、また喜ばしく思っています。そうやね、同世代だと最初の頃の方のは、ね、足運ぶのは難しいもんね。キャストが声優さんではないことに見る前から不安はありませんでしたが、いざ拝見してみるとキャラクターの再現度が高いというよりも原作のイメージを大事にしつつ舞台版でのキャラクターを作り上げているという印象で、舞台版花組のことも大好きになりました。残念なことにゲームアニメでの動きが止まってしまった今、ステージイベントで新桜というコンテンツを存続させていってほしいです。温かいコメントありがとうございます。そうだよね、今桜革命が思わぬ形で止まってしまったことによって、今ゲームとアニメでの動きっていうのはゼロなんだよね。だから舞台の存在っていうのはすごく今、だからつぼみさんのご意見読んでね、感じさせられたけれども、舞台が桜大戦の今唯一動いてる場所になってるんだよね。それでいて思うのは、やっぱりこう、ああこれは立ち止まることないんだろうなっていう、あんな風にね、桜花の宴の終わりの時にこの先の公演を2つ連続で予告してくれたっていうのはね、でまあその後がどうなるかっていうのはまだちょっと読めないところなんだけれども、ただあの願ってるだけじゃなくて、今私たちにできることっていうのはやっぱり応援することが唯一で、そしてなおかつ一番のこの桜大戦と帝国歌劇団の力になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。いやー、こうやって皆さんのこうアンケート回答してるのを見ると、ただ単にこうファンの一人が勝手にやってるアンケートなんだけど、これだけこう舞台に対しての熱っていうのがね、文面から伝わってくるのを見れば、ね、桜っていうのが舞台をこうね、幹にしてこれからも花咲いていくんだろうなっていうことは感じましたね。はい、アンケートご回答いただいた皆さんありがとうございました。他の2つの設問、また別の動画にしてね、公開していきたいと思います。今回は一旦ここまでにしたいと思います。では、アンケート答えてくれた皆様と、見てくれた全国の皆様に敬礼。ご視聴ありがとうございました。